はい、こんにちは。イタルズバーチャンネルへようこそ。イタルです。いつもご視聴ありがとうございます。というわけで本日は定休日前の火曜日ということで無事営業が終了しました。今日はちょっとゆるく動画を撮っていきたいと思うんですけども、この YouTube チャンネルをご覧いただいてうちのバーに来ていただくというケースがですね、まあ、コンスタントにあってね、いろんなところからね来ていただいてて本当にありがたいなというふうに思うんですけども、昨日のことなんです。私たまたま午前中郵便局に用事があったので車で郵便局に行ってたんですね。で帰ってきて商店街があるんですけど、商店街を走ってた時にたまたまそこを歩いておられた奈良から来られた、観光客のご夫婦なんですけど、私が運転してるこの顔をね見られたんですね。でその方は私のチャンネルの視聴者さんで、運転してる車の私の顔を見てイタルズバーチャンネルのイタルさんやって思わはったらしいんですよ。それ気づかはったらすごいなと思うんですけども、よっぽど僕単純な顔してんのかなとちょっと思ったんですけどね。でまあそれを見て、あ、イタルさんの店この近くなんやって言ってこのバーに来ていただいたということでね、まあ今までいろんなケースでね YouTube チャンネルを見ていただいて来ていただいてたんですけども、今回ちょっと非常に得意なケースというかね、まあ本当ありがたいなというふうに思ってます。お名前もね何もねお尋ねしなかったんですけど、この動画もご覧いただいてると思います。その説はありがとうございました。ぜひまた近くに来た節にはぜひご来店をしてください。お待ちしております。はい、というわけで今日はこちらラフロイグの15年のちょっとだけこのご紹介をしていきたいと思うんです。そんなにタイムリーなウイスキーではないんですけども、いつかこれをねちょっと動画にしよう思いながらもちょっと機会がなくてね、まあ、今日ちょうどいいわと思ってこちらの方のご紹介をさせていただきたいと思うんです。ラフロイグの創業200周年記念で2015年発売をされた記念ボトルなんですけども、これ15年ものなんですけどね、16年も同時にリリースをされてるんですけど、まあ、こちらの15年のコンセプトなんですけど、1985年ですから今から30年前にリリースをされたこの15年ものを再現をしたボトルということで、以前の動画でラフロイグ10年の並行輸入と正規品の違いをお伝えをさせていただいたんですけど、この15年は全く別物と考えていいみたいです。皆様にねご紹介をしていきたいなと思います。ラフロイグ15年のお色こんな感じで、ゴールド、綺麗なゴールド色をしてます。香りです。ラフロイグの10年と全然違うな。ラフロイグっていうとね、まあ、ご存知のようにセロガンの匂い、もう超スモーキーなスコッチなんですけども、これはピートの香りもするんですけど、それよりもフルーティーさ、パイナップルのような香りが先に来ます。パイナップルの香りが来て、ちょっと甘い香りが来て、その後に若干のスモーキーさが来るっていう感じですね。エステリーさもあるけども柑橘系、そしてパイナップル、もうねめちゃくちゃ複雑な香り、パイナップル、バニラ、パッションフルーツ、スモーキーさがスーッと抜ける感じ、めっちゃいわゆるピートスモークが抜けるっていう感じですね。これめちゃくちゃうまいわ。ちなみにこちらの価格がボトルで25,800円、まあまあいいお値段してます。ちょっと加水してみたいと思います。甘っ。加水すると甘いな。加水するとめちゃめちゃ甘くて、パイナップルの香りもそのまま。これほんまにパイナップルやな。ちなみにこれ度数43度なんでそんなに強くないというか、ラフロイグの10年と同じ度数なんですけど、今加水したんですけど全く味崩れないですね。まあ、といっても先ほども言いましたけど、そんな目新しさもなく、かなり前に発売されてるのでね、もう今日はこうサクッと終わっておきますけども、ラフロイグ好きというか、これあのスモーキーなウイスキーが苦手な方でも大丈夫やな、うん、アイラがめちゃくちゃ好きな人はもちろんなんですけど、アイラ系が苦手な方でもすごい飲みやすいと思います。これ今ストレートで飲みましたけど、ロックにするとさらに飲みやすいかなというふうに思いました。まあ、ちなみにね、記念ボトルなんですけども、まだネットの方では一部のサイトでは在庫があるっていうことになってますので、あの気になった方はぜひお試しください。まあ、でもねちょっと高いですけどね、25,800円なんで、まあまあ1杯2杯ともバーで飲まれるのがいいかなというふうに思います。
というわけで今日はちょっとこの辺で終わっときたいと思います。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。